皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年4月29日、朝の9時22分、訂正55分、まあ、先ほども2日前に撮影しに行った、東条川などの、動画なんですけども、そちらがエクスポート、つまり動画をつなぎ合わせるという、内容のことができなくなっています。一応それして、かなり時間経過したんですけども、結局、エクスポートしてる途中で、遮断されてますね。政府の方でその辺、そういう行動、淡井圭介の、コンピューターに一切そういうことをしないように、これ世界中に、スーパーコンピューター等に呼びかけて対応してください。で、本当にエネルギーの残存の問題、止めてるの、こうい、まあ、科学業界ということにやっぱりなってきますね。で、あとは、電波での脳へのアクセスとか、音での攻撃、これを一切やめること。法律名を出さなくても、それを言うだけでいいと。今まで判例があるんですから、その辺のところを、しっかりと、政府のコンピューターで、アナログのコンピューターで絶対そうするように、対応してください。そうすることによって、結局電波で音を聞かされるとか、攻撃されてるということは、頭の中取られたと思う。そうなんですけども、電波を使用してるからなんですよ。で、これは僕は撮影してるものだからいい。こういう映像の時はもうある程度は仕方がない。だけども、その人間から私は取り戻す方法を知っている。で、スポーツの勝ち負けに関しても、その辺のところ、基本的にもう球団が行うこと、で、どこのチームが優勝するべきかのことを言ってるので、それ今までの話し合いのことを言いました。で、そのことに関して、対戦チームはちゃんと頭の中提供しなさいと、そういうことになります。一般人の淡井圭介に迷惑かけすぎ。で、プロ野球界の人間、もう淡井圭介が帰ってこいって言ってるのに、海外に残って、そのまま試合を行ってますので、いい加減にしなさいと、そういうことになってきます。迷惑かけすぎです、淡井圭介に。動画のエクスポート等も含めてね。これは、政治家もスポーツ界も同じですよ。政治家の人たちはスポーツ業界をこういうふうに反映させてしまったんですから、自分たちの自主性が全然ない。なぜスポーツ界をエネルギーの残存量問題があるのに、サッカーを2リーグ、12球団、J1 だけにしないんです。で、複数本拠地制度、何回も言っています。すぐに対応してください。以上です。そう、それをすぐ対応してないっていうことは、エネルギーの残存量問題に取り組む気の なかった議員という、扱いしか私は見ません。これは国連でもそういうふうに物事を見てもらわなかったら困ります。で、あと、それらの対処をね、しっかりしようとしていなかった。石油の採掘窓、可能埋蔵量とかね、何回も言いました。そのデータがどうこう言う人間なんかもうどうでもいいんです。どうせ嘘つきだから。嘘言って、金稼いできた人間だから。で、これ怒ってるんじゃないです。これぐらいの強い口調で言わなかったら、相手が全然、反省しないからです。本当はもう1対1でめちゃくちゃ叱りたいですよ。それぐらいしなかったら、反省しないですから。このコンピューター業界の悪行。エクスポートまだ何回もして、それできなかったんですから。何時間こちらの時間損なわってると思ってるんです。以上です。本当に岸田さんとかしっかり対応してくださいよ。先ほどの続きなんですけども、ちょっとね、先ほどの動画の中で、私がエクスポートしているその河川の、東条川、の付近のあたりの撮影で、どういった内容のものも入っていたかと言いますと、兵庫県の、このホノグランド CC という、まあ、ゴルフクラブのことだと思うんですけども、この辺りですね、まあ、近くに東条川があって、この辺りのところでクレーンが動いてたんですよ。で、まあ、この近くまでは見に行ったんですけども、まあ、
まあ、道はこう歩いていたんで、もうここまでね、これ上り坂でこう回り込んで、こう入っていかなかったら、もう確認できなかったんで、ちょっと気になってね、何をしてるのか、そのゴルフ場のところで。クレーンが動いている以上、もうこれかなり高いところです。何か建物とか、住宅地とか建てて、ポンプ式でね、電力使って水を汲み上げたりとか、そういうことは絶対しちゃダメですよって言ってるのに、クレーンが動いてる。これも一体どういうことですかと。こういうことになってくるんですよ。メタンガスに関しては、ちゃんとこれ総理が見てますか？各町の中にみんなが歩いて生ゴミを、収納しておくボックス、要するに金属の箱ですね。そういったところに投棄していかなきゃならない。歩いて持っていくことですよ。何か、ゴミの車両車に、乗せて運搬して、こういうところにそういうものを作っちゃダメですよ。坂登ったりとかで結構ガソリン消費しますから、それじゃ何してるかわかんないですから。で、また電波で君が入院とかいう声を聞かせてきてる、このコンピューターのシステムは、早くそれも排除してください。医療業界をとにもかくにも早く排除。で、これ、佳子様へのメッセージでもあるんですけども、まずこの間、眞子様が通ったとして、私の家の横を、それは分かりません。私が買い物を夕方に行った時に、ビラ撒きをしている髪の毛を染めて黒い服を着てるという、もう不良状態になってる人間ですね。もっと早く、家を、皇族の人に会いたいんだったら、もっと早く家に、皇室の人に会いたいんだったら、もっと早く家を出てくださいとか、そういうわけのわからないことを言ってきたんですよ。僕の家に直接来たらいいだけです。で、法律、一法律で動く人間一番危ないって言ってます。私が。エネルギーの残存量問題に対して、前向きにしっかりと取り組んでないっていうことは、マークさんもそういうことだったということになります。私の家の横を通り過ぎたということは。で、それはスポーツの勝ち負け、云々とかに関しては、はっきりと言ってます。もうこれ以上私に迷惑かけてきたんだから、そこのた、どこが優勝するかはもう言ってるんだから、そこの対戦チームが頭の中とか貸したらいいって。なぜ YKS が頭なんか貸さなきゃならないんですか？渡したりしなきゃならないんですか？対戦チームはそれしっかりしなさいと。で、あとは、この結婚問題の件についてもいろいろと述べてるんですけども、4月29日と、28日、まあそこまで、特にこの、ここですね。4月29日で、そこまで行っていいんかい。これ以前の映像だと思うんですけども、そこでね、武田恒康さんがどういうふうなことを言ってるかという部分と、あと、黒木千晶っていうアナウンサーがどれほど横柄な態度で話をしていたかっていうところ、自分たちが権力者と勘違いしますね。自分のことを。たったあの年齢で、敬語なしにものを言う。仕事してる人間の姿勢じゃないですよ。で、多分以前の放送だと思いますよ。橋下徹さんもだいぶ前からテレビ一旦出なくなられてたでしょう。で、何の検証なのか知りませんけども、その以前の話をずっとしている。で、あとまあ結婚問題に関して、だいぶ前からね、武田恒康さんが、邪魔するような発言とかをしていて、まあだからそれを番組中に僕がある程度指摘はしたりしています。今はね、もう何年も前から。で、それで、そのことを多分思い出して、自分で気づいてね、ああ、これだったら自分が、ああ、決めてることになってしまうっていうことで、言ってるんですけども、何かね、早くこの件を裁判所で早く解決することが、早急なのであって、何回も言ってます。日本時間で23時から翌朝9時までの、スポーツ業界すべて帰ってきなさいっていうことと、日本人、あと、その海外のスポーツの勝ち負け、注意することを指摘することは言ってもいいとして、そこの国でどういうふうな、人種差別、要するにコンピューターを使って頭の中の搾取とか行われているかどうか、これ分からないですから。それプラス、あと、ゲーム業界もそう、インターネットのゲーム。その辺のところも、そこの国の事情に合わせて、例えば、夜の22時から、翌朝9時まではゲームしちゃダメだとか、そういうふうな内容に、しっかりと切り替えて、無理やり起こそうとしない。あと、
まあ、この間喧嘩売りに来た人間は、その我が天下とか我が天下戦国風武とかで、淡井圭介という存在を知って、喧嘩売りに来ていた男である可能性があると。まあ、こういうことになりますね。皇室の人たちで、ウィキペディアに記載されている内容は事実であるとするのであれば、ヒロイト様の、家系に合流された皇室の方たち、女性皇族の人たち、2名、僕より、年齢が、年下の方たちが、女性の方たちが2名いらっしゃったと思うんですけども、人たちも、どういうふうな形で、そういうふうに結婚できなくなったのかっていうところを、僕の例に例えて、その人と結婚したいと思ってた男性がいたかもしれない。でも、僕みたいにこういうふうな目にあってね、それで、もう一切結婚する気がなくなったのかもしれない。だそういうところは本当に真面目に皇族の人たちも検証して、自分たちも結婚妨害されてる方だということを認識して、ただ、佳子様に関しては、淡井圭介と結婚するしないを自分の方から早く僕に言うこと。そうしなかったら佳子様も僕の結婚を、妨害していたっていうことになります。最悪、もう眞子様はテレビ朝日の受付にいた以上、そこで働いていた以上を、まあ、どれぐらいの関係性があるかっていうところになってくるかとは思うんですけども、テレビ局員としての立場なのか、その辺のところで、淡井圭介の結婚問題に関して、解決しようという意思があってその場にいたという、対応の仕方ではありませんでした。自分の電話番号を、ちゃんと教えればよかったんですから。そこは責任持ってるかどうかで、それでただただ、テレビ朝日の受付の前に座っていたんだったとしたら、淡井圭介の結婚話利用して、解決するふりをして、お金を稼いでいたということになってしまいます、本当に。それだったら安藤美姫だっていう声が聞こえてきましたけども、全然関係ありません。安藤美姫はそこの、2019年の11月30日のテレビ朝日の受付の前に行った時に、ホテルのところ、私たちが宿泊料を払うからっていうことを眞子さまが言ってたんですけども、お金なんか一切も渡してもらってないですよ。で、そんな状態でそのとこ宿泊なんかできないし、テレビ朝日のすぐ近くのホテル、フロント周りも、ロビーも見てみましたけども、僕は覚えてるような人間、一人もいませんでした。まあ、誰かが自分の方から名乗ってもらわなかったら、これ無理です。で、後ろ振り返ったら、安藤美姫と、そこの春山整骨院で働いていた、男性老人が一緒にいたんですよ。組んでたんですよ。で、安藤美姫は僕に対して声をかけるんじゃなくて、天を仰いで高笑いしながら、あれの相手なんか知られへんわって笑いながら言ってるんですよ。一時期、淡井圭介のことあれって言ってたでしょ。それテレビ出演者のほとんどの人間、一時期そうでしたよ。それ数年間続いてましたから。とんでもない数の、名誉毀損とかそういうことじゃなくて、これ集団での虐待になってきますから、国際条約の方のね、非人道的な残虐的な行為の方になってきますから、街中、テレビの生放送の番組でも、どこそこで淡井圭介がいるとか、そういうことを放送中に言って、例えば神戸市の三宮の近辺とか歩いていた時に、その辺の奴らに絡まれたりだとか、これいっぱいありましたから。で、先ほど最初の頃と、映像確認してもらったらわかりますけど、これ八方塞がりでこうなったでしょ。いじめで金稼ぎとか自分の顔をきれいにしようとするのやめましょうよ。相手の顔を潰したりするの。逆ですよ。被害者の方がそういうふうな形にならないような、形式でコンピューターが稼働しなきゃならないのに、それを怠っている。
富士テレビ、富士系列、富士グループ、富士通が、スーパーコンピューターを取り扱っていた以上、もともと、テレビ局のアナウンサーも、富士テレビが最初は突出して高かったんですよ。大卒そこそこで、初任給は31万だったんですよ、昔。他のテレビ局は28万とか27万ですね。一月の労働時間が180時間ぐらいの計算でですよ。な、もう、からくり分かってきたでしょ。富士通はスーパーコンピューター系や富岳とかを使って大量のお金を稼ぎをしていた。で、その、お金を利用して、自分たちに優位なルールを形成して、これ何回か言ってます、テレビに向かって。富士系列の役員の人たちにね。それだったら我々が悪いっていうことをはっきりと言ってる人たちも存在すれば、そうじゃない人たちもいます。あ、まだ入院やっていう声が聞こえてきたんですけども、入院っていう言葉はまずいらないんですよ。今のこの場面で。必要じゃない。淡井圭介は被害者なんだと、淡井圭介に対しに、淡井圭介にお金を支払わなきゃなんない。で、今日も朝から、その、佳子さまの声とか聞こえてきてるんですけども、電波で。だから、それ、どうなんでしょうね。これ、報復攻撃なんですかね。いや、だから、家の横とか通り過ぎて、佳子さまは自分から僕の自宅来ないっていうことであれば、僕はちゃんと言ってますよ。電話かけてほしいって。淡井圭介の携帯電話にね。電話番号を言ってます。で、それを怠っている以上、自分で自分たちの首を絞めてるっていうことに気がついてください。最後の最後まで議員を打ってくれるわけがありません。もしかしたら、その日本の国勢税のその表記の仕方が、残り54年後になったら、もう、原油、ガス、一切売ってくれませんよ、と。他国はと。そういう表記もしませんよ。もうテレビの情報がめちゃくちゃになってしまった以上、あと、メディア、要するにパソコンとかの蓄積されてるデータですね、そこはもうめちゃくちゃになってしまっている以上、早くしなきゃならないことが分かっているのに、早く対応してない時点で、その人たち、責任、社会的地位のもともと本当に実質的な、権力を持っている人たちに責任があります、絶対的に。僕がもし総理だったら、すぐに、淡井圭介に電話かけてますよ。いついつ会おうって。その特許早く通そうって。お金は一旦私が出す。で、後から君がそこから特許を取得して、工事とか始まってそこから売り上げが入ってきたら、そのお金で返してくれたらいいと。生活費もかかるからそんなに急がなくていいと。それぐらいの一言つけ、加えますよ。で、動画の閲覧者は、ここ最近ゴールデンウィークということで、極端に減っています。で、数週間前から、この僕のホームページ自体に、ね、閲覧者が極端に今少なくなってるんです。っていうことは、自分たちの都合の悪いことを言われ始めたから、本当のことがバレたから、見なくなって自分は知らないということにしてしまおうという逃げの体制が出来上がってきているということになるんですよ。今のこの状態ではね。じゃあその先はどうなるかって言ったら、エネルギーの残存量問題が解決できないっていう状態が出来上がるっていうことになるんですよ。ちょっと待ってくださいね。これ状況をこれ写しておきますね。これ月間ですよ。月間でこの数です。で、さっき見えてましたけども、この、13日から14日にかけて、まあ、閲覧者が1日で80人とか60人とか、あとも見てください。こんな数字ですよ。ほぼほぼほとんどの人間は無視。分かったつもりになってテレビ出てるだけ。だからワードビューサテライトに関しても、大山理子も、淡井圭介の専任で、もともとキャスターとかになったはずですから。で、それについてね、真面目な対応をしてない、エネルギーの残存量問題に対して、しっかりとしたことを言っていない。
こういうことになってきます。NISA という、とんでもないものを作り出して、先食い、みんなからの資金集めて、NE の残存量問題についての、お金を確保してるんだったら分かりますけども、何も特許とか進んでないんだから作れるわけないじゃないですか。河川水門開式ダム、地下水流ストレートトンネル発電。先に NISA なんか始めちゃダメじゃないですか。だから非課税にしました。話になんないですよ。これまた消費税上げる。もういい加減にしてくださいよ。もうテレビ局関係の人間と、議員と、スポーツ関係者で、もともと民間として、しっかりと、利益上げれなくて、スタジアムとか、国民の税金で作って、体育館も。そういったところが三振党以内の請求で、まあ生活するお金はね、生活保護者と同じ金額までにしておいて、国庫に返納させるとか、もうそういった動きに変えなかったら無理ですよ。この世の中本当に。NE の残存量問題、こちらの方が上です。50億人の命のかかっている案件の方が上です。先々の人たちが死ぬんだから。で、大体その、病院だとか何だとか言ってきてる声に関して、老人の声が多いんですよ。こいつを閉じ込めてしまえば自分たちが助かるって思ってる人間。もうそこまで金の亡者になった人間終わりですよ。こんなに邪魔されたら僕もどうなってるかわかんないと、あと、その動画の中でね、その、ここのクレーンに関して、兵庫県知事と、これは、オノグランドゴルフクラブなので、まあ、加藤氏と言ってましたけども、まあ、加藤氏の市長も調べてもらったらいいと思うんですが、すぐ隣接してるから。正直、クレーンがどちら側かわからない。で、まあ、根本的には兵庫県、オノ氏なので、オノの、小野市の、市長、どういうふうなことをここでさせているのか、それしっかりと確認。で、兵庫県知事、斉藤さん、それまず確認して、どういう、工事をしているかということを岸田さんに報告して、一応国土交通大臣にも。で、それはどういう工事をしていたかということをテレビで放送してください。何作ろうとしてるんです？また物流センター。いらないですよ。元々ある物流センター使ってたらいいって、人口ずっと少子化してるんだから。だからそのワールドビジネスサテライトに関してはもうしっかりと画像がね、ぼやけて撮影するようなものじゃなくて、あと、あとは政府の書類も生活保護の、受給者のその扶助費、生活扶助とか住宅扶助が規制されている、書類なんですけども、何度か家の中から盗まれてます。でその時に、マイナス1000円として本当はね、5月1日から7万8000円からの支給だったはずなんですけど、7万8000円ちょっと、それが、1000円引かれてるような書類を見たんですよ。でそれを家の中から盗まれて、で生活保護の、その時の担当者宮田さんに電話をかけて聞いたら、いや淡井さん、来月7万7000円ということですよっていうことで、そこの書類も変わってるかもしれない。で次、女性の担当者で平井っていうものが、僕の担当者になるみたいなんですけども、誰が書類を盗んでるのか、そしてそれはどういうふうな理由なのか、アフリエイトという、ものを行ってますけども、私は公務員じゃありません。で、アフリエイトに関して、まあ、購入してくれた方が1名だけ数年前にいまして、1000円ぐらいのそのお金は入ってきてるんですよ。1100円に届かないですよ。1000円ちょっと。で、その分を先に渡しただとかで引いたりしてます。これ何がどうなってるんですよ、本当に。ちょっともう本当に大きいコンピューター作るのやめましょう。それとその結婚問題に関して、佳子さんも早急に返答ください。で、結婚希望相手は佳子さんに固定です。昨日も、
見かけたんですけど、宇賀なつみというものが、らしきものが、元ソフトバンクの選手、松田らしきで、ものと、一緒に歩いてるように見えたんですね。後ろ姿しか 見てないかわからない、宇賀なつみなのかどうか。で、その松田という男を警察官してます。した経験あります？でそれだいぶ前からしてたでしょ。だからワールドベースボールクラシックの、第3回か第4回の大会の時に、決勝戦でアメリカ相手にサード守ってた時に、決勝か準決勝、ゴロ弾いてエラーしてるでしょ。多分理由それなんじゃないですか。昨日の夕方歩きました、ソフトバンクの、松田という名称で試合出てた選手。もう全員、妙な動きしないこと、この辺りちょろ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 うろついて、もしかしたらその松田という選手じゃないかもしれません。ずっと家の横をうろついたりすることによって、話し合いを一切しないことによって、だけ結局それが淡井圭介が怒らせて精神病院行きにして、自分たちがスポーツ球団に関しても、上の方の順位行って勝とうとしていた、これがソフトバンクのからくり、東京の流れ、王貞治さん、もともと読売ジャイアンツ、やりすぎ、恩をあだで返してる、王貞治さんが大英行った時に、監督になった時に勝てなかったでしょ？もともとあなたが世界記録のホームランの数を打ち出したのは他者の力を借りてですよ。それ読売ジャイアンツの力じゃない。東京都の人たちの傲慢な世界でその元を辿っていくと、多分国会議員とかそういうことになってくると思う。権力者。権力者がスーパーコンピューターとかそういうものを扱ってるんだから。日本国憲法違反。で、そこから先に続いていく法律の違反。何条か言わなくていいよ。他の人が聞いたらわかるから。法律知ってる人たちは。もう早くこんな世界抜け出せなかったら、人類が、その、過度の少子化が進んで、かたや、政府はお金欲しいから、嘘の人口を表記してお金を得てたんじゃないんですか。当たり前じゃないですか。地方交付税法を見たらわかりますよ。人口にもよって地方にお金入ってくるんですから。で、家の件数からの話はしましたけども、例えば、この辺りに住んでいる人たちが大阪の方に働きに行ったりだとか、まあ大阪に関しては他の周りの都道府県から、来てる人たちもいます。北海道からさすがにはなかなか来ないでしょうけども、音楽関係のライブとか、スポーツ選手以外はね。で、そこで大阪府の人口は、余分に大きくなってる気がします。やっぱり面積ですよ。だから多分そんなにいないですよ。大阪の人。表記されてる人口よりも3分の1以下はもうこれ確定ですね。もう神奈川県も同じ。東京都も同じ。各都道府県の面積見たら分かるから。千葉県もそう。もう日本中どこもそうだから。だから僕、この間も言いました。東京行った後、在来線に乗って帰ってきましたと。で、その時に静岡県の、その中央部と思われる JR のですよ。新幹線の方じゃないです。普通の在来線の JR の、中央部か、もしくは少し、まあ、三つぐらい離れたところの駅かもしれません。中央部だと思うんですけども、そこに隣接している静岡県の鉄道。動いてる車両、一両だけで、19時の時間帯ですよ。会社で仕事終わった人たちが帰宅して、帰宅ラッシュになってる時間帯のところですよ。そこの電車が、動いてる車両は一台だけで、乗ってる人が、5人以下なのは絶対間違いないです。僕は見た限りでは、ゼロに見えました。これはこの世の中の現実ですよ。一時、1980年代、僕は小学生の頃に、
兵庫県内でなぜゴルフ場が約150個もできてしまったのか。こんなとこ採算合うわけないでしょ。結局は大元たどっていくと企業からのお金っていうことになってますけども、その企業のお金は税金が入ってきてるんですよ。大量の税金が。横領事件ですよ。それを横領事件として扱っていれば、こんなにたくさんエレベーターがついたあの高いビルとかが作られることがなかった。高いビルを作ったから、ここの住宅、例えばここの住宅にもなぜかエレベーターついてますけど、もともと公営住宅の5階建てまでのところエレベーターなんかついてません。で、公営住宅の高がね、4階、ここは4階建てですよ。あと地下はありますけども、そのエレベーターが年間の電気代で41万2022年かかってるんですよ。41万以上っていうことは大量のエネルギーを消費してるんですよ。っていうことは、50階建てとかのビルとかでエレベーター6基搭載されてます。たくさん人が出入りしてます。じゃあ年間電気代だけで億超えてるかもしれないんですよ。っていうことは大量のエネルギーを消費してるんですよ。現実分かってますかっていうことなんです。で、早くあの政府の方で、ゴールデンウィークだろうが何だろうが僕の動画エクスポートできるようにしてください。黒い方のパソコンです。そこは Wi-Fi つなげていません。もともと切っておくわっていう声で言ってきたのは悠仁さまの声なんです。これどういうことなんです、皇室の方たち。か他国の人たち、他国のスーパーコンピューターが悠仁さまの声を使ってスポーツの勝ち負けの、そのスポーツの時間帯、僕がサイバー攻撃を受けている映像はいっぱい見せてますよね。パソコンが止まってる映像、スポーツ業界も元たどっていったら、家計が海外のその国の議員で、以前僕はどういうふうに言って世界中でペーパーカンパニー、お金を抑えられたか覚えてますよね。生き方、エネルギーの残存量問題に対してしっかりと取り組んだかどうか、それで偉いか偉くないかが決まるんです。権力持って我がの金稼ぎのために、そういうスポーツ業界の縮小とかをしないで、ただただ票集めに走っていた。許せることと許せないことありますよ。法に従うの話ですよ、全員。権力者でも。50億人の命がかかっている方が上です。ある一定の成果を出したのは認めます。自然再生可能エネルギーの分野でね。だけども全然足りないですよ。絶対滅びます、もうこのままだったら。自動車の生産も2024年になったら、世界中で生産停止してくださいって言ったじゃないですか、ガソリン車の。なぜそれを COP28 とか国連がすぐにしないんです。それこそ未来からの時間軸で彼がこう言ってるって伝えたらいいじゃないですか。で、放置自動車もいっぱい撮影しましたよ。ナンバープレートが外れてる自動車、この東上川の、その付近だけで10台以上は見ています。ほったらかしですよ。本当にみんな生き方がいい加減、各自動車メーカーに出し、あんだけ稼がせてあげて高い純利益出して、なぜ自分たちで回収に行ってくれないんですって言いたいところなんですけども、場所がどこかわからないっていうことをおっしゃられると思うんです。僕もそうだと思うんです。だからその動画のエクスポートをその邪魔されて、で動画をアップロードできないように、させてきてる、そのコンピューターの稼働、また悠仁さまの声でアホやっていう声で言われてるんですよ、こちらは。佳子さまの結婚を淡井圭介が止めてるという形に持っていきたがってる連中がいて、そいつらが離婚の刑を利用してるっていうことなんですよ。いいですか、佳子さま本人が淡井圭介と結婚したくないか、結婚 したいか、それはっきりと言ったらいいだけです。で、それについて、君が入院っていうことを言ってきてる男性の老人の声が聞こえてきてますけども、そいつが罰金支払いなさい。どうせ医療業界の人間やん。
海外のスポーツ関係と関わっている以上、その老人男性の声に関して日本人かどうかわからないんですよ。だもう本当のこと何回も言ってますよ。台湾の人の人口とか、九州の人の人口とかね。九州と同じ面積ですよ、台湾は。大体同じぐらいです。1000万人いないですよ、どう考えても。これはこの世の中の現実です。以上です。皆さん、チャンネル登録と着信通知の設定と、あとは青江さんの動画本当に見ておいた方がいいよと。そういうことをしっかりと広めてください。以上です。